いやはや奇遇だね。こんな場所で会えるとは。ご機嫌いかがかな、美月君。それとそちらは昨日の少年か。智明さん、どうもお疲れ様です。どうもす。って美月君に智明さん。ふっ、京花君から話は聞いているよ。どうやら早速始めているみたいだね。はい、そちらも同じ件で。ああ、こちらはあくまで出向中の身としてだが、関係各社や観光庁を回りつつ市内の監視を続けているところさ。ってことはあんたもゾディアックも。ある程度は事情を説明されたみたいだね。美月君、京花君も困っていたよ。会長も心配されているだろうし、あまりおてんばは控えた方がいい。気をつけます。何か判明したらこちらにも連絡をいただけると。もちろんだとも。彼女は実に有能だが、それでもか弱きレディたる身だ。何かあったらそばにいる君がナイトとして守ってくれたまえ、僕の大切なフィアンセをね。え？それでは失礼するよ。驚かせてしまったみたいですね。彼の実家ミクリアグループはゾディアックの傘下にあるんです。代表の12企業ではないものの、ある程度の発言力を持っていて、先日幹部候補として森宮に出向してきたばかりです。幹部候補。ちなみに婚約者というのは本決まりではないんです。ただ私の親戚が話を進めていて、いろいろとしがらみがあるというか、おじい様は私に味方してくださっているんですけど。すみません、愚痴っぽくなってしまって。いや、なんつうか先輩も苦労してるんすね。巨大グループの令嬢ともなれやいろいろあるんだな。さて、調査を再開しましょう。ある程度区切りがついたら、そちらのカフェとアンティーク屋に伺いましょうか。了解っす。行きます。ほっほっ。